感染拡大を受け、トヨタは特例として在宅勤務の活用を進めていますが、今年9月からは制度そのものを拡充します。新型コロナの感染防止や働き方の改革を図ることが狙いで、事務部門の若手社員や育児などで時短勤務中の社員にも対象を広げます。また工場勤務の技能職の一部も利用できるか検討するということです。さらにこれまでの制度では1週間に2時間は出社する義務がありましたが、これもなくす方針です。